<で>どうも PDR さんです最近あまりコムドットの話題を取り上げてないですよねそれはいいことじゃんヤマトが今何してるか気にならないの全く気にならない今日は我らのヤマトが今何をしているのか見ていきたいと思いますいネタなかったのうんは<ぁ>ということで是非高評価お願いします スカイピースがこの前ユーチューバーバレーボール大会をやったんですけど、ヤマトその大会に参加したのいや。えテオくんとジンタンがそれぞれキャプテンになり、ユーチューバーを集めてチームを作る。それぞれのチームで1年間必死にバレーボールを練習し、会場を借りて生放送でその1年間の練習の成果を見せるという企画だったんですけど、3>, 3時間8分アバターより長えじゃん。 ウルフ・オブ・ウォール・ストリートより長いじゃん。アベンジャーズ・エンド・ゲームより長い。あとちょっとで、タイタニックと同じ長さ。見てられねえよ、こんなの。そんなに暇じゃねえよ、PDR さん。見る気が全くしないんですけど、かなり本格的にやってたみたいです。こんな感じ。しかも、コメンテーターに、 河合い俊一氏もいた。答えてちょうだい昔見てたな。会場では撮影禁止だったんですけど、撮影する人がいた。ビンゴ今の時代撮影禁止は難しいよな。ハーフタイムに関係者席に行く人も。警備ガバガバ系イベントこれに対して我らのヤマト様が大好きなインスタライブでブチギレた。や、どっちかっていうと苦言を呈した。じゃあ、このタイトル何ヤマトが苦言を呈したと、ヤマトがブチギレた。 どっちクリックするヤマトがブチ切れた。だろってか、ヤマトバレーボール大会に参加してないのになんで苦言を呈してるんだよ。会場にはいたから、参加してるメンバーの応援をするために。それなのにシャシャリ出てきたのいや、正当な理由があるから。相棒いつからコムドットを擁護するガチコムレンジャーになったんだよ。ネタじゃなかったのせっ我らのヤマト様は大会後に SNS で、ヤマト、態度悪くね ヤマト、機嫌悪かったコムレンジャーマジでマナー悪かったんだけど。と言われたので、インスタライブでレスポンス。ヤマト、本当に態度悪かったの態度悪い 大和い曰く関係者席に着いた瞬間にドバーッと人が押し寄せてきて動画や写真を撮り始めたそうです盗撮されるのが大好きな大和様にとっては天国ライブではスカイピースのイベントの取り締まりをすごく優しく批判した後これがうちのイベントだったらルール破った人はつまみ出すね さすが。コムレンジャーのマナーが悪いことに関しては、押し寄せてきてルールを破った人たちが全員俺らのファンとは限らないから。いや、絶対おめえらのファンだろ。でも、イベントにはたくさんの YouTuber がいたから、もしかしたら他の YouTuber のファンだけど、ヤマト知ってるから一応写真撮っとこうみたいな。大して知らないのにハイエナみたいに群がって写真撮るかなでも、もしうちのファンだったら、残念だし、悔しいです 何が？一部のマナー悪いファンのせいでコムレンジャーがみんなマナー悪いって思われるのが悔しいです。なるほどで態度が悪かったことやファンサーをしなかったことに対してはバレエをやってる人たちからスポットライトを奪いたくなかったしファンサーをしてルールを破ってる人たちを正当化したくなかったヤマト ちゃんとした理由があって、リアルびっくり。この事態は、コムドットがアイドル売りをしてるから仕方ないとはいえ、このライブを見て、ヤマトの気持ちが少し分かったし、少しだけ、同情しました。あ、でも、最後ら辺のこちらの発言を聞いた時は、さすがに笑ってしまいましたね。SNS って基本的に冷静、冷静っていうか、まあ、もう怒ってる時もあるかもしんないけど、基本的に考えながらできるからさ、とっさの反応ではないわけじゃん。ってなると、 やっぱ SNS で何かかを発信してるる方が有利だよねね賢,賢いこと言えるから、ね、お前が言うか、それ。賢いことを言うといえば、ヤマトが、X! って、炎上しました。わびっくり。我らのヤマト様、実は今度写真集を出すんですよ。コムドットヤマト、初の個人写真集、ルーシーの予約が解禁されました。まさに。 令和を抱いた男そんなことあったの俺の黒歴史を掘り起こすな令和を抱いた男の名にふさわしい色気魅力満載の一冊になっていますあまりの美貌に気を失う可能性があるので購入される方は自己責任でお願いします買わないんで大丈夫ですそしてこの写真達わあ正面向いてるね口になんかついてんの何を見ようとしてるの <coughs> <coughs> パンツはけよ大和ももしかしてケビン氏の陰謀を剃るチュートリアル見たのかな <coughs> でも炎上した理由はこれじゃないんですよ。じゃあ見せる必要なかっただろう炎上したのはこちらのポスト。写真集のワンカットがあまりにも進撃の巨人のエレンに似てると話題だったので、並べてみました。腹筋割れてるところ以外似てなくねこのポストに対して進撃の巨人のファンが、激ッキー横ぷんぷキツは ヤマトのブランドだから。どこで話題になってたんヤマトの中で。エレンに失礼すぎる。うちのヤマトが。すいません。このツイートでまたチャンネル登録者も減る勢いますね。そんなツイートしなくても毎日660人減ってるから、ご心配なく。賢いこと言えるからね。最後に、コムドットくじがちょっと SNS で話題になってるんですよ。マジ全く売れてないことで。かわいっちょコムドットくじ半額になってるの。死ぬ <laughs> <laughs> 半額でも売れなそう。訳あって、くじとしての販売ができないため、早い者勝ちで販売してます。ヒューガが捨てられた子猫みたいになってんじゃん。えげつない寝下がりと、店員のやけくそポップで手叩いて笑う。早く道開けろ。ダイイングメッセージかよっていうぐらいその字から正気が感じられないんだけど。変わり果てた姿で見つかって草ここまで来たら、無料でも裁けないんじゃないの さん本当は出た時に買おうと思ってたんですけどうちの近くのファミマはなかったんですよもしかして売り切れ最初っから置いてなかったと思う賢明な判断でもたまたま入ったファミマでチラッと見たら置いてあるところを2軒ほど知ってるので今からそちらに行ってコムドットくじを半額で買うぞー 行ってきました売り切れたのかストレンジャーシングスくじを置くために下げてしまったのかわからないですけどなかったあれ相棒もう1件はえ置いてるところを2件知ってるって言ったのに1件しか見せてないじゃんああそれはねはい行ったら潰れてたコムドットくじ恐るべしじゃあちょ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 今緊急で動画を回してるんですけど PR さんのショート職人兼 サムネ職人からコムドットの口の景品をいただいたので紹介します。E 賞、トレーディングカード4枚セット。D 賞、クリアファイル。C 賞、アクリルスタンド。B 賞、ビジュアルハンガー。いや、こりゃ売れないだろう。 はい。噂の PDR さんのメンバーシップに入ろう。カスタムバッジやカスタム絵文字が使える。そして限定動画も見れる。どうですかそして PDR さんに会いたいですか会いたくねえよ。いい加減にしろ。もうやめろよ。もう行かねえから。はい。 12月にトークイベントやります日時は12月23日 at いつもの中野ノアスタジオ19時スタート入場料3500円会場内は土足現金ですごめんなさい上履きは持参可能ご予約はお名前と人数を明記の上 show-mitsui-o3-hotmail.com までお願いいたします下の概要欄にもこれ貼っておくのでぜひ興味ある方はお越しくださいオッ エンンドスクリーンの白熊白熊でございます皆さんは今日取り上げたことについてどう思いましたかぜひ下のコメント欄で意見をお聞かせください。いやー、コムドットくじ売れるわけないですよね。皆さん、ラインナップ見ましたこれですよ、これ。こんなの売れるわけないだろう。白熊白蔵のフィギュアを置いた方が絶対売れるあの。もしくじを作る会社見てましたら、白熊白蔵の700円くじどうですか売れること間違いなし、ぜひご検討ください。コンビニ店員を。 食べないと約束しますのでぜひお願いしますということで、えー、前回の動画とその前の動画はぜひぜひチェックしてくださいでは